はい、どさんこんにちは、すずひこです。それでは今回なんですけども、キャッシュレス、スマホ決済あるある、半年使ってみた、ペイペイやラインペイなど含めて、 経験したことをまとめということで、以前僕の生配信の時に視聴者さんからのコメントでヒントをいただきまして、僕はまあこれまでスマホ決済を使って約半年ぐらいも経ちます。まあそこで実際に使って感じたまあ PayPay ペペなどのスマホ決済あるあるを、まあ僕なりにまとめてみました。もしかすると人によってはそれは当てはまらないということもあるかもしれません。そして以前動画でもお伝えしたこととちょっと被ってしまうかもしれないので、それに関してはご了承ください。 はい。ということで、まず一つ目ですね。まずこちらは、周りの家族や友人はほとんど使ってないということなんですけども、これは僕的に一番に来るのかなと思います。しかも、僕の過去の YouTube のコメントなんでも、比較的これに関するコメントがかなり多かった印象ですね。いや、まあ、自分の身近な人ほど使ってほしいという気持ちもあって、スマホ決済を進めるんですけども、なかなか使、使ってくれなかったりするんですよね。あれなんでなんですかね。まあ、やり方がわかんないとか、操作が難しいとか、まあ、連携する銀行口 がなととととかああるる思うんでですすけども、まあ、ちょっと個人的ににはは気になるところではありますやっぱりご家族とかで使った方が家計的にちょっと楽になったりとか、まあ、友達同士でランチもしくは仕事の同僚と飲みに行ったりとかしても割り勘するときも簡単に1円単位で送金し合うこともできるのでぜひ、まあ、ご自身の身近な人ほどスマホ決済を使った方が良さそうな気はします 次二つ目は、還元があるからといって、つい使いすぎちゃうということですね。まあ今ではもう使い慣れたんで、比較的使いすぎることはないんですが、スマホ決済の還元率が高い時は、つい使いすぎちゃったりすることが多かったんですよね。まあ現時点では、クイックペイの20%還元とかありますが、PayPay ペイペイとか LINE ペイなどに関しては、以前と比べたら還元率も落ち着いてきたところではあるので、まあある意味良かったなというところではあります。まあ今も増税前ということで、いろんな企業さんが、 ま増税前キャンペーンとかで結構追い込みかけてきてますが、もしお買い物する際は何も考えずバンバン買い込みするんではなくて、まあ、ある程度計画を練って買い物する方がいいですね。次、三つ目はクーポンを忘れがちということで、これもしかしたら僕だけかもしれませんが、本当にたまにやってしまうんですよね。まあ、その LINEPE のクーポンをセットし忘れたりとか、折り紙ペイでクーポン使わず決済したりとか、まあ、以前同じことを動画でもお伝えした時に、その場合は店員さんに言えば、 決済のキャンセルができるということを視聴者さんから伺ったので、まあ、クーポン使わず決済したらその方法も試してみたいなと思います次四番目思ったより決済に時間がかかるということでこれは場所によるんですけどもコンビニとか爆速で決済できるんですがとあるスーパーの場合は、まあ、決済して機器が読み込んでレシートが出るまでちょっと時間がかかるんですよね、まあ、店員さん自体の操作は結構早いんですけども まだレジ自体の決済スピードがちょっと気持ち遅い気がします。まあこれに関してはいずれにしても改善はされそうですけどね。 次、五つ目は、サービス開始時はアプリが重すぎということで、これは以前視聴者さんのコメントでもあったんですが、まあ最近で言うと、ファミペイと、あとはサービスがもうすぐ終了するセブンペイですね。これは見事にサービス開始当初は本当に重たかったんですよね。まあこれに関してはまあ仕方ないところではあるんですが、もし急いで決済をしないといけないという時にちょっと困りますよね。まあちなみに全然関係ないんですが、これアプリが新しくリリースされたりとか、iPhone とかの大きな OS のアップデートをする際のコツ として効率的な時間帯は世の中が寝てる時間がチャンスと聞いたことがありますなので僕の場合はファインペイやセブンペイを使うときはとにかく早起きして一番最初に使ったんでまあ、無事にスムーズに使いました そしてここまでは大きく5つに分けてお伝えしたんですが、あえて入れてない番外編をですね、お伝えしたいと思います。ざっとこんな感じで、残高不足、バッテリーギリギリ、なんか優越感、ドヤれる自己満、ラーメン屋ほぼ現金決済、やっぱペイペイが好きというような感じですね。まあ、それぞれですね、一言ずつ添えていくと、まず丸6の場合は残高不足はまあ、たまにやってしまうんですよね。 そしてすぐにチャージするっていう。07に関してはもうモバイルバッテリーを本当に持つようになりましたね。もう当たり前ですよね。今の世の中だと。08に関してはまあこれは完全に自己満ですよね。まあこれはもうわかる方にわかるはずです。そして9番はカくなナにラーメン屋さんで現金決済にこだわってる印象ですよね。まあもちろん場所にはよるんですけども。そして10番。結局スマホ決済ではもうペイペイが好きなんですよね。 まあそんなこんなで今回は僕が思うキャッシュレスその中でも主にスマホ決済あるあるということでまとめました。多分まあこの動画を見てくれてる視聴者さんでも何か一つでも当てはまると僕は信じています。まあ半年使ってみると結構出てくるもんですよね。まあぜひですね、この中で何か共感するものがあったりとか他にもこんなあるあるがありましたよということがあれば下のコメント欄に書き込んでいってくださいということで本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。